じゃあ行きまーす。どうぞ。第N回新入生コーナー。はい、今日は新入生ゲストをお呼びしております。どうぞ。はい、こんにちは。自己紹介をお願いします。早稲田大学社会科学部1年の伊藤美です。大阪府出身で、高校は京都府立網野高等学校です。階級は50キロ級です。はい、はい、新生活は慣れましたか？はい、慣れました。慣れました。はい、高校の時は寮から自転車で高校まで5分ぐらいだったんですけど、大学になってからは1時間ぐらいかかって、最初は大変だったんですけど、はい、もうだいぶ慣れてきました。やっぱり電車慣れないもんですか？最初は満員電車がちょっと嫌ですね、やっぱり、はい、やっぱり高校の時って結構京都の網野町でしたっけ、はい、ちょっと田舎な部分の、はい、急に電車とか乗ると、はい、そう、嫌ですよね。はい、これからも満員電車、頑張ってください。ではちょっとレスリングチックな質問をしていきたいと思います。じゃあ、うみちゃんの得意の技って何ですか？はい、右手を刺してからの片足タックルです。では実際に実践で教えてください。はい、右手を刺してからちょっとこう引き落として相手が上がってきた時に片足に入るのを。ポイントは何ですか？ポイントはこうちょっとそのままだと相手もこう抵抗して力入れてくると思うので、まず一回引き落として相手のバランスを崩して崩すところです。はい、その後の相手の力を利用して、あ、そうです、はい、タックル入る、はい、みたいな感じですよね、はい。皆さんもぜひやってみてください、はい、では最後に、じゃあ最後に、大学の意気込み、目標を教えてください。はい、まず今度の 5月の末にある2杯で必ず優勝して、はい、で大学4年生の時にパリオリンピックで、そこで出場して優勝したいです。はい、すごいです、ね、スーパールーキー。2分3、じゃあこの辺で、あ、じゃあ先輩に何か質問タイム。高校の時にオフがなかったんですけど、はい、大学生でのオフはどのように過ごしておられますか？そうですね、まあ授業とかもあるんで、まあ、授業も、まあ、月曜オフなんですけど、月オフの時にやって、まあ、オンラインなんで、まあ、そこで授業をして、ね、余った時間に、まあ、カフェとか行ったり、まあ、就活とかもしたり、まあ、有意義な一日を、はい、過ごしてます。本当ですか？本当です。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。
考にします。はいはい、以上で、伊藤海さんの、紹介を終わりにします。はい、これで、まあ、伊藤海さんの紹介動画を終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあバイバイ。バイバイ。OK ですか？